1、ゴマスオ。当時、ハロープロジェクトのソロボーカリストだった。後藤真希さん、松浦彩さん、藤本美貴さんの3人が、2002年10月に結成した期間限定ユニット、ハロープロジェクトのプロデューサーである、つんくさんが命名しました。当時は後藤真希さんの、ソロ独立第1作がリリース予定されていましたが、それがキャンセルされて急遽ゴマスオを結成し、シングルリリースとなった経緯があるようです。実質的な活動は、2002年11月に発売されたシングル CD と、翌月に発売された DVD、Shall We Love のみ。ビジュアルパフォーマンスどちらも一級品のアイドルが3人も集まってるだけでも奇跡なのに、気持ちいいほど全く個性が被らない最強すぎるユニットと話題を呼び、シングル曲シャルウィーラブは大ヒットしました。さらに最近では楽曲シャルウィーラブのミュージックビデオが YouTube で公開されて、ますます盛り上がっていますよね。令和になった今でももっと話題になってほしいですね。2、野地浦夏美。